どうも皆さんこんにちは。そろそろ始めていきたいと思います。お手元に資料をお配りしてますが、平和力フォーラム連続講座ジェノサイドと戦うという総合的なタイトルをつけております。平和力フォーラムというのはこの十数年私が使っている名称です。この分野の世界には平和フォーラムという由緒正しい団体があるんですが、それとは全く関係なく私が平和力フォーラムという非常に紛らわしいことで周りに迷惑をおかけしています。現在私と私のパートナー2人で細々とやっている平和力フォーラムです。で今回ジェノサイドと戦うというタイトルをつけています。主に関東大震災朝鮮人虐殺はジェノサイドであるということで、議論してるんですが、最近は、ジェノサイドという言葉を使う方が、結構増えてきました。で私1999年に国連の人権委員会に報告した時に、いやこれは、ジェノサイドであるということで報告したんですが、というか こういう事件を報告したいので関東大震災朝鮮人虐殺をどうやって英語に翻訳したらいいか困って友人のジョナサンというのに相談したら、いろいろ説明したら、いやそれ翻訳する必要ないよ、ジェノサイドって言えばいいんだというふうに言われて、ああそうかと思って、それ以来ずっとジェノサイドという言葉を使ってるんですが、ただジェノサイドというのは国際法上の犯罪の概念ですので、法的な議論もしないといけないので、そこをこの20年来ずっと私は提案してきました。最近、かなりジェノサイドという言葉が日本で使われるようになったので良かったなと思っております。で、監督さん先生山本澄子さんも、以前からジェノサイドという言葉は、いろんな形で使われていたので、同じ発想で、やっているというふうに言って良いかと思います。でこの連続講座第1回はちょっと違う形で、ガザのホロコーストということで早稲田大学の岡真理さんに、講演していただいたんですが、そちらもジェノサイド、最近は、ウクライナの件も、いろんなところでジェノサイドということが言われていて、残念ながらこの21世紀もジェノサイドの世紀になりかねないということが心配されています。で今日のテーマとの関係で言うと、私の議論は、関東大震災朝鮮人虐殺をジェノサイドと呼ぶことに意味があるのではなくて、ジェノサイドと呼べば世界のジェノサイドと比較して議論することができる。アルメニアジェノサイドとかルワンダジェノサイドとかダルフールのジェノサイドとかいっぱいありますので、そのレベルで関東大震災朝鮮人虐殺の問題を考えないといけない。日本政府の責任追及しなきゃいけないので、それはそれであるんですが、議論するときにやっぱり世界史的な観点で議論するべき重大事件であるにもかかわらず、この100年間私たちはこの問題を解明できず、責任追及ができなかったのだというところから、議論をする必要がある。そういう認識を私は持って議論してきました。そういう中で、昨年、監督さん山本澄子教編のこの、神奈川県関東大震災朝鮮人虐殺関係資料、この本が出ました。見て開いてびっくりというすごい資料集が出ましたので、今日は、この山本澄子さんにインタビューをお願いした次第です。こういう場でインタビューに答えるのはちょっと遠慮したいとかおっしゃってたんですが、ちょっとしつこくお願いをしてですね無理を言って今日この場でインタビューさせていただくことになりました。はい、山本澄子さん、今日はよろしくお願いいたします。マイクこちら。はい、でお手元にインタビュー項目ということで、11並べてあります。もう基本的にこの順番でお話をいただくということで、多少、あっちへ行ったりこっちへ行ったり脱線しても構わないんですが、おおむねこのラインで、
90分ほど、私の方からインタビューをさせていただいて、その後皆さんから、ご質問などいただけたらと思っております。あ、それから、今日は2つカメラが入ってます。で、後ろから撮影してますので大丈夫だと思いますが、顔を映ると困るという方はあのカメラの方を向かないようにしてください。ぜひ映りたい、アップで映りたいという人はあちらに押しかけてですね、撮影の邪魔をしていただいても構いませんので、あ、違うか、余計なこと言っておりますが、はい、それでは、公文書に見る関東大震災朝鮮人虐殺の実態ということでインタビューをさせていただきます。まあ、パワポでこちら出していますので、そちらもご覧いただきながらお聞きください。で、まあ、この資料集についてのインタビューなんですが、まあ、そもそもなぜ山本純子さんがこういうテーマを、調査研究され、そして、まあ、監督さん先生と一緒にこういう本ご本を、まあ、作ってこられたのか、その、まあ、最初の部分からお伺いしたいと思います。といってもこの9.1 の出会いだけで何十分かかるかわからないという、そういう話ですので、本当に大変恐縮ですが、さっさっさっと5分程度でそれぞれですね、特にエポックメイキングな部分、特に思い出の部分をちょっと触りをご紹介いただくということになります。まあ、合わせてこの関東大震災時朝鮮人虐殺横浜証言集をかつて出されておりましたので、そちらのことにもちょっと触れていただけたらと思います。じゃあ、出会いのところからお願いいたします。私が朝鮮人虐殺に出会ったのは、50年前です。50年前っていうと、50年間も研究してきたのなんてよく言われちゃうんですけれども、いや別に真ん中はないんですね。真ん中はないんです。それは真ん中は関東大震災の研究ばっかりとか調べ物ばっかりやっていたわけではないんですね。で、出会ったのはまあ50年前で、関東大震災の朝鮮人虐殺っていうことについてはまあなんとなくは知っていたんですけれども、詳しく知らない横浜でどうだったんだろうかっていうのが知りたかったわけなんですね。住んでいるこの横浜でっていうことがすごくこだわっていたんで、まあ図書館に行って資料を、まあ、探そうということでもって図書館に出かけました。そしたら図書館の秘書の方がワゴンにいっぱい積んで持ってきてくれたんですね。でそれが子どもの作文だったんです。それは全くその私は要求したわけでもないんですけれども、まあ、偶然ないい出会いだったんじゃないかなっていうふうに思ってますね。その当時の1923年当時書いた子どもたちが書いた作文で、寿小学校、現在は寿小学校ありませんけれども、寿って言ったら皆さんもどこら辺にあるかっていうのは分かると思うんですけれども、寿小学校っていう学校の子どもたちが書いた作文、これは高等科もありましたからかなりの量がありました。それからもう一つは磯子小学校です。磯子小学校も横浜の中心からそんな遠くはないところですね、の作文が全部残っていたわけです。でそれをまあ読み始めたわけですね。読み始めたら虐殺を目撃してるわけですね。子どもたちが目撃している。昨日だと9月1日の夜に出会った朝鮮人が2日の朝もしかしたら交番の前で棒に湯あかれて、そこで殺されてた。目も口もなく胸のところがピクピク動いてた。そういうのを子どもが直接見るわけですね。それを作文に書いた。そういう作文がたくさん出てきました。朝鮮人が来たら、殺してもいいというようなことをこう大人たちが言ってくる、あるいは警官が言ってくるというような、そういう様子も伺えます。でこれは寿小学校の子どもたちが
自分たちの近く、まあ、ことぶきっていうところは、まあ、丸焼けになってしまうわけですね。丸焼けになってしまうんですけれども、大体が丘の上に逃げます。丘の上に逃げて、そして、根岸の方、まあ、大地ですけれども、競馬場がありました当時、そちらの方とか、その手前にある原っぱだとか、そういうところ、学校、それから学校ですね、そういうところに多くの子どもたちは親と一緒に逃げていきます。そういう1日の夜、流言を子どもたちは聞くわけですね。でそういう作文を、まあ、出会ったということでもって、まあ、そのまんまこの作文をこのまんまにしといていいんだろうかということです。そのすぐは手がつきませんでしたけれど、この作文を見つけたっていうことで、クンピョンドさんがこの作文集を出版されました。その時も横浜市の図書館とはかなり言い争いになって、出版しこぎつけたんですね。でクンピョンドさんはこの作文を横浜市の図書館の方は出版しないでくれというふうに、まあ、言うわけですね。当時、50年前です、と言ったわけです。でそういうことをするから虐殺のことが明らかにならないんだということでもって、図書館に、まあ、言ったと。で山本さんは何て言ったんですかっていうふうに書いたんですよ。私は狂犬の研究会のレポートをちょっとある雑誌に書いて、その作文、子どもたちのこの証言なんか作文を少し載せたんですけれども、いや私は内緒に出しちゃったんですけれどもっていうふうに言ったんですけれども、そういう形で出されたのがこの作文です。今見ることができるのはその作文、クンピョンドさんが本を出版したので見ることができる。でもそれはもう、ね、古本以外にも見れないっていうかね、今なかなか手に入ることはないっていうふうに思うんですけれども、で横浜市の図書館はそれ以降それはもう公開しないんです。今行っても見ることができないし、検索してもそれは出てこないです。それから子どもたちの作文はそれ以降もいろいろ見つかりました。石川小学校、それからフェリスは本になりましたね。フェリス女学院の、まあ、女性とか書いた日記、感想文その他が、これは学校の方で本にしましたね。それから南吉田小学校というところ、やはりここも当時焼けた学校ですけれども、南吉田小学校の感想文も、これはつい20年ほど前でしょうかね、発見されたんですね。なぜだか学校の段ボールの中に、教材室の段ボールの中に残ってたということで見つかったんですけれども、かなりそういう意味では子どもたちが書いた作文の中にこの虐殺が登場してきます。でそれを私たちは、まあ、多くの市民に知らせようということで、こういう、まあ、パンフレットをこういうのを作ったわけですね。それで、作文だとか、それから大人の日記だとか、出版されているものだとか、少し新聞は全部入れませんでしたけれど、わずかな新聞だとかそういうものをまとめて、出版をした。これが証言集です。でこれをもう一度今回、この本の後半の方、ほとんど半分ぐらいは証言集ですけれども、ここに追加をしたり修正したりして載せました。そんなことで、まあその出会いっていうのは子どもの作文であったし、それから先ほど前田先生がおっしゃったように、私は十数年前に、前田先生が韓国で、関東大震災の朝鮮人虐殺はジェノサイドだというお話をされたんですね。でそれを聞いて、すごくなんていうか、この性質、虐殺っていうことに対して、この虐殺は一体何だったのか、どうしてやっぱりどういうふうに起こったのかということをきちんと見つけていく、そしてそれを、まあ、世界史的に世界の中で位置づけていくというようなね、そういうことをおっしゃられたことが、私にとってはその虐殺との出会いの2番目だったんじゃないかなっていうふうに思います。
が3番目は最近菅先生にこの資料横浜神奈川県の資料をやっぱり見つけていただいた、これに出会ったことが3つ目のやっぱり虐殺っていうものに対するとの出会いだったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。まあ予期していたわけではなく子どもたちの作文に出会った。まあ、でも出会っても私たちだと読み飛ばしてわからないかもしれないですね。まあ、それなりに問題意識を持ってきちんと読んでその意味が分かったというのが、まあ、当時の江戸さんだったということだと思います。多分私だったら読み飛ばしてそのままボツになって消えてたんじゃないかと思いますね。まあ、それ以来、まあ、途中抜けてるとはおっしゃいましたけど50年間こういう研究を続けてこられて今回この資料集になったということです。それとソウルでのシンポジウムは私ほとんど忘れてたんですが山本さんから言われていやそういえばソウルでジェノサイドだって言ったなっていうのを思い出したっていうそういう感じです。で、まあ、チェジュドでやったシンポジウムでも同じことを言ってたんですがそちらは覚えてるんですけどソウルの方はあまり覚えてなくて言われて思い出したのが大韓キリスト教会館っていう民主化運動の拠点の建物をそこでやったシンポジウムで確かに私その時に一生懸命ジェノサイドだというのを言ってたのは思い出しました。さて、神奈川実行委員会の主な活動と書いてあります。まあ重複しさらに連続していくという話になるかと思いますけれども、まあ、仲間と一緒にこういう調査研究活動あるいは市への要請活動などもされてきたと思いますのでその一部を少しお願いいたします。まあ、それから作文に出会ってからだいぶ経ってからですね、今から2年くらい前ですね、2012年です。まあ、私たちは9月1日になると、朝鮮人虐殺のことを思い出して、まあ、いろんなところでお寺など、特にお寺が多いですけれども追悼会をやっているところによく参加しました。横浜では宝生寺っていうお寺に、まあ、碑があるんですけれども、まあ、これはいろんな経過があってそこに碑ができるんですけれども、その宝生寺では現在は、まあ、民団が中心になって計画してやられて実施されております。それからもう一つは久保山に、石橋大地さんっていう方が、まあ、市民の方が建てた朝鮮人殉難の碑という碑があるんですね。でこれは石橋大地さんという方が、小学校2年生の時に震災に遭い自分の家も潰れ火事に遭い、一家で、まあ、避難をするわけですね。で避難をしてその途中久保山というところもある通るわけですけれどもそこで、まあ、電柱に分かれて、朝鮮人が虐殺されているのを目撃するわけです。で親に一生懸命言うんだけど親はもう黙ってるわけですね。それから森割川っていう川を渡って、この時には親戚の根岸の家に行くということに決めて、まあ、行くわけですけど森割川っていう川を渡る時にそこに朝鮮人の遺体が流れていた流れてきていたというのを目撃するわけですね。で一生懸命親に言うんだけれど見ないように見ないようにって親はもう言ったというふうにおっしゃってたようですけれども、そういう石橋さんが、横浜市に碑を作れ朝鮮人の碑を作れということをもう要求するんですけれども横浜市は、まあ、作らなかったわけですね。それで、多分石橋さんにこの場所を提供したんだと思うんですね。で石橋さんはそれなら自分がお金を出して碑を作るからというふうに言って碑を作られた。で私たちはその前で、今追悼会をやってるんですけれども朝早くはあるお寺で日蓮宗のお寺なんですけれどももう50年どころじゃないでしょうね、戦後ですけれどもかなり長い間毎年ここで法要をやってるんですね。でそういう法要に参加したり、したりしたんですね私たちね。それでその法要をやっている時にある時、90年を目前にした89年目、虐殺89年目の時に、法要が終わって、
まあ、何人かそこに何人か来ていたんですね。で、まあ、私たちのメンバーは3人で行ったんですけれど、他の人は誰も私は知らなかったんですね。で、知らない人に呼びかけたんです。朝鮮人虐殺90年を市民の手で追悼会しませんかと。横浜ではそういうのがないから市民の手でやりましょうよというふうに呼びかけたら、5人のメンバーがそこで結集できたんですね。で、お寺の、まあ、法要のためにその、ね、食事してってくれっていうから、まあ、甘えてそこで食事をしながら、まあ、相談して、来年はとにかくやりましょうとということをそこで、まあ、決めて、それで、まあ、解散にしたんですけれども、なかなか声もかからなかったので、私たちが、まあ、呼びかけて、やりましょうということで会を結成しました。とにかく会を結成して90年実行委員会という名前で、立ち上げたんですね。で、1回目の時にはそのこの日を立てた石橋大二さんのお孫さんが来てくださいました。っていうのは、私たちは石橋さんのお宅を探して、それで訪ねて行って、こういうふうにこの日の前で追悼会をやりたいけれども了承していただけるか、ぜひ、そういうふうにして、したいんですけれどもっていうことで話したら、まあ、息子さんは、まあ、どうぞどうぞっていう形で、まあ、了承してくださったんですね。で、そういうことで、石橋さんの息子さん、お孫さん、まあ、石橋さんとはもう亡くなっていたので、その時に私たちは話すことができなかったんですけれども、そういう出会いがあって、まあ、今の実行委員会っていうのは出来上がったんです。で、90年実行委員会ですからね、90年終わっちゃったらどうするんだっていうことになったんですよね。で、90年で終わっちゃうのかどうするのかっていう、かなり討論をやって何も解決されなかったと。90年でこの問題が一つもその横浜の中でも日本全体の中でも解決されてないんだから、きちんとやりましょうと、これをきちんと歴史の中に続けるような闘争をやりましょうっていう形でもって、今のように関東大震災、朝鮮人虐殺の事実を知り追悼する神奈川実行委員会という名前に変えて、やっております。それで何をやってるのかっていうと、まずは横浜の虐殺の事実を調べるということが、まあ、大事なことなんですね。どのように調べたかっていうのはちょっと後で話します。それから、どんな活動をしているのかというのは、最近の、まあ、100年、去年、虐殺100年に向けて、まあ、活動を新たにいろいろきちんとやり始めたんですけど、それまでも、まあ、やってはいましたけれどもね、市民講座としてフィールドワークとか講演会を行う。で、その市民講座っていうふうなところに、そのちょっと、なんだこりゃっていう、あれがあるかもしれませんけど、やっぱり市民が知らないと。虐殺のことを私たちが調べても、それはほとんどの人は知らないという、横浜市民は。で、それをやっぱり知らせていく、横浜の市民に知らせていくっていうね、虐殺っていうのはどうも横浜であったらしいっていうことは多くの人は知っているけれども、だけれどもどこでどんな様子でどんなだったのかっていうことをあまり知らないと、っていうことでもって、知らせていく、調べたことをやっぱり知らせていく、フィードワークや講演会で、取り組もうっていう形で、その市民としてやっぱりきちんと、伝達していくっていうことを中心に据えていこうっていうことです。でもフィードワークは、まあ、虐殺の実態を、まあ、掘り起こしながらやりますので、かなり準備の時間も必要ですし、なかなかうまくできない時もあるわけですけれども、場所の確認だけではなく、なぜ起こったのかをやっぱり考えていくっていうこと、そういうことを投げかけるフィードワークをきちんとやっていきたいな、それでも不十分な場合にはという形で、講演会でそういうのを補っていくというような形だったっていうふうに思うんですね。で、去年はだからフィードワークを1日費やしてやりました。午前中レクチャーやって、午後実際に歩くという形で、参加された皆さんもその間お昼を食べて1時間食べてというね、そういう、まあ、大変なある意味ではフィードワークだったんですけれど、大勢の人が参加してくれたというふうに思いますね。それから追悼会は毎年行っております。
で去年から追悼会に、市長さん、市長さんに、市長にあの追悼会に、ぜひ参加してほしいと。横浜で虐殺がこういうふうに明らかになってきたんだから、横浜の虐殺についてきちんと認めて、参加してほしいと。で参加できないんだったら追悼文をよこしなさいと、という形でもって去年から交渉を始めています。で去年はいや花束だけでとかっていうねっていうことだったんですけど、それは花束は石橋大社が作った日に対して花束を横浜市は捧げているわけですね。私たちは追悼会に対してではないんですよね。だけれども朝鮮人であるということをきちんと認識しなさいっていうことはあの交渉の中でかなり強く言ったつもりなんですけれども、朝鮮人の虐殺の日の前、それから横浜市民の応死者の日っていうのがあるんですけど、市民一般のねの日に、花束だけは出すけれども、参加はできないっていうのことでした。今年も交渉しましたけれども、まだまだやるつもりですけれども、まだ、きちんとしていい回答はもらっていません。から去年の追悼会には韓国からの遺族の方、実際はあの横浜の遺族ではないんです。神奈川県の遺族ではなくて群馬県の遺族の方なんですけれども、横浜にも追悼会に参加してくださいました。それからアメリカからあのかなりあのこの問題についてきちんと学びたいということで、大勢の方があの参加してくださいました。そういう、去年の活動、それから今現在火を建立しようという計画準備をしております。だいぶ前からこれは横浜に虐殺の火を建てようという形でもって取り組んではいますけれども、今現在もかなり進んできています。具体的にはあの市との交渉があるので、なかなかどこに土地を買ってどういう火を作ろうっていうところまでいかないんですね。市の中でやっぱり認めさせてみたいという気持ちがありますので、市の交渉をある程度した段階で具体化していくんじゃないかなというふうに思います。だからその他虐殺については、神奈川で、戦争の加害というパネル展、展示会をやっているグループがあるんですけれども、それに参加して関東大震災の虐殺のパネル展をこの間2年間ぐらいやってきましたけれども、来年からは独自にやっていこうという計画で今おります。からあの大使交渉という形でさっき言ったように、この現実をきちんと、認めろと、関東大震災時の虐殺の真相究明のための、努力をしてほしいと市として、それから虐殺101年の神奈川追悼会へ市長の出席もしくは追悼文を送ってほしい、3つ目に関東大震災時の虐殺の事実を記憶し教訓を継承するための火の建立ですね、追悼碑の建立をやってほしい。で最後に差別のない共生社会を築くための包括的な差別禁止条例の制定、を願っていると。このことについて市としても方針を出してほしいというような形で、交渉をやっております。2回ほど今年、2回ほど来ましたけど、そんな急にはかばかしく進むわけではありません。このような活動を今はしております。はい、ありがとうございます。すでに、25分ほど経ってまして、インタビュー項目が2つ目までなんです。ただ、山本さん、資料、パネル、パワポの資料としてはこの後どういう調査をしてこられたかを、準備されているので、そこを、できるだけ手短に皆さんに簡単にお願いいたします。簡単に言います。これはあの当時の司法省の調査です。でこれを見ますと、神奈川県のところを見ますと、朝鮮人の虐殺は2件切り上がっておりません。でこれは川崎と鶴見です。当時川崎と鶴見は立花郡で横浜市ではなかったんですね。でこれはこの2件というのは
下にも書いておきましたけれども、裁判になりました。でこの2件が虐殺であるということで、公的にはこれがずっと続くわけですね。で横浜はゼロなわけですということですね。こういうのを、見ながら横浜は隠蔽され続けた100年であるということを、強調しています。からどのように調べたのかということで、資料集、証言集、それから証言集にまとめた証言、これを元にしながら場所だとか時間だとか日にちだとかそういうのを、きちんと洗っていきました。それから3つ目、資料として、在日本関東地方罹災者同胞慰問班の調査があります。これは留学生ですね、朝鮮人留学生の人たちが虐殺を免れた人に直接聞きながら調べた資料です。でこれを資料を見ると横浜はものすごい数なんですね。で、この資料を作った人たちっていうのは本当にその虐殺を免れた人たちに会ったりだとか、それから虐殺されたお墓、ここに書いてありますけどお墓とは言えない、ようなそういうところを回りながら埋葬し直しながら話を聞きながら調べたものです。これは中国人の虐殺の調査です。でこれ横浜の開港資料館にあるんですけれども、台湾のこれはコピーで、台湾から持ってきたコピーなんです。神奈川県の浅野造船所、実は浅野造船所じゃないんですけど48人、これは横浜の中でも、神奈川警察署管内です。現在は神奈川区って言われた地域ですね、もうね、から神奈川警察署で3人、から御殿町っていう、これは警察のすぐ隣のほんの小さな町なんですけど御殿町っていうところで40人、神奈川鉄橋500人、関東地方の虐殺の中で一番多いですね。この神奈川鉄橋っていうのは現在の青木橋です、横浜駅のすぐそばです。500人っていうこの数は、に対して、いろんな意見が、神奈川鉄橋500人、それから新小安から神奈川停車場まで、これは線路です。線路を当時は非常に あるんだと思います。150人、新小安町10人、こういう数の虐殺の数が出てるんですね。実際にだから学生たちが虐殺を免れた人に聞いてこの数を上げているわけです。一番近いところで、事実に一番近いところで調べた数っていうふうに私たちは思うんですね。さっきの司法省が調べたね、日本の政府が調べた2名なんていうのとは全然違いますね。2名じゃない、ゼロです、横浜ゼロです。しかしこんな人数、たくさんの人数が虐殺されてるんです。でそういうこの資料は第2番目の資料ですね、これがね。それから3番目が中国人の虐殺の資料です。これは中国人の場合には資料が全部揃ってます。どこに虐殺されたのか、誰に虐殺されたのか、被害者は誰なのか、被害者は誰で加害者は誰なのか、何の武器で殺されたのか、誰がやったのかってね、それは加害者ですね、ということははっきりしているわけです。でその中で加害者の中で警察っていうのが出てきます。軍警っていうのも出てきますけれど、警察にやられた神奈川の高島町っていうところに住んでいた朝鮮じゃない中国人たちは、警察官、それから警官と、労働者にやられる。つまり労働者っていうのは自警団あるいは民衆だっていうふうに思うんですね。でそういう人間にやられたっていうことははっきり書いてあるわけです。でその武器は何かっていうことがはっきり書いてあるわけですね。というようなことで、これがある意味で横浜の朝鮮人の虐殺に何か参考になるかなというふうに思っている。なかなかやっぱり難しいですね。同じようなところに住んでいたというふうには思うけれども、中国人の方はこれは中国の政府が調べたものです。でこういうはっきりしているわけですね。でどこどこっていうのははっきりするわけですけれども、なかなかこれが見えたから、中国人の虐殺が見えたからすぐ朝鮮人の虐殺が分かるかって言ったら、やっぱり分かる、そんなすぐ分かるもんではありませんでした。そんな
そのことでもって、はい、ありがとうございます。1910年以後、朝鮮半島は日本に併合されていた形になっているので、中国人の方は、外国人ですから、日本政府としても、慎重な取り扱いをせざるを得ないし、中国側は難を逃れて帰った人たちの情報をもとに、日本に調査団を派遣して調査して名簿を作ったということで、かなり状況が違うということが言われています。なおかつ中国については、日本政府は閣議で見舞い金を出すというのを決定してたわけですね。実際には出してないんですが、そこまで決定していたということも知られているということです。それは今交渉してますね。はい、3と4を一緒に行こうかと思いますが、韓独山先生との出会い、あるいは義務の研究者韓独山という本が、これは三一書房から出版されてますので、こちら、これも本当思い出すと、もうどんどん話がいっぱいあって、とても、そんな5分や10分で話せるわけがないでしょうとお叱りを受けるかと思うんですが、手短によろしくお願いいたします。簡単にと思って、いっぱい本を連ねたんですけど、関東大震災っていう本ですね、虐殺の記憶だとか、それから関東大震災と朝鮮人、菅先生が一番最初に出版されたのは、このみすずの1963年に出版された関東大震災と朝鮮人っていう本というかですね。それで1963年、この問題は1963年にいろんな方の論文を発表されたりします。でその前、5年前、1958年に横浜の斉藤秀夫さんという方が関東大震災の虐殺問題を歴史評論に発表してるんですね。でこれは関東大震災というか朝鮮人騒ぎという題で書かれてるんですね。で菅先生はそれを見て、これはもうとんでもないと、そういう、日本人が調べたものは信用できないというような、そういうことはよく言っておりましたね。とはいえ、これがきっかけということもあって、これを研究、自分のテーマに少しやってみようという形で、その時資料を国会図書館で見つかったので、それをこのみすずの関東大震災と朝鮮人に編集していくわけですね。でその後1973年に関東大震災という、中央公論社から新書版で出ますね。やはり日本人がこの問題、この問題は日本人の問題なんだと、いつも菅先生亡くなるまでそういうことはずっと言い続けてたというふうに思うんですけれども、日本人の問題なんだと、朝鮮人が書くと糾弾しているようにすぐその問題にされていく、そういう形での問題の仕方しかしないというようなことで怒っておりますけれども、この時に、73年の時には京都大学の松尾先生という方も関東大震災の虐殺の論文を書いておられて、菅先生とは流言の発生元ですか、そこがちょっと違っていたというふうに思います。それは1900ずっと、何年でしょうかね、80周年ぐらいまで、ずっと平行線でいて、松尾先生が、ああやっぱり僕はやっぱり権力説だな、流言は権力が流しただなっていうふうに、そういうふうに自分も思うようになって、そういうふうに言ってるよということを菅先生に手紙で、したと思います。手紙を見せてもらいましたけれども、それで、松尾先生は菅先生にそういう自分の説はやっぱり間違いない、松尾先生の説っていうのは自然発生説っていうか差別意識ですね、日本人の持っているそのことが流言だとかそういうものを生んでた、虐殺を生んでたものではないかっていうようなことをおっしゃってたっていうふうに思うんですけどね。
それで、私たちのグループも横浜のグループは女の人が当時はすごく多かったんですね。で女の人5人で菅先生の追っかけをやろうと言って2013年の8月にソウルで菅先生が関東大震災と朝鮮人虐殺事件という、まあ、テーマでの研究会があった時に発表なさったので、この時に横浜のメンバー5人が追っかけをやります。で、この時本当に菅先生はこの写真を皆さんに見せながら関東大震災の虐殺問題をずっと説明されていきます。それで、まあ、この論文は一国史を超えてということでまとめられておりますけれども、虐殺がなぜ起こったのかというのはただ差別意識があったからだとか震災があったからでは全くなくて、やっぱりその歴史、植民地支配の歴史がどうだったのか、そのことなんだということを非常に強く言っておられたというふうに思うんですね。そういうふうに言ってます。言ってました、ずっと。まあ、そのことをもう言ってしまえば90周年ぐらいの頃から菅先生はそういうことをかなり強烈に言っておられるというふうに思うんですけれども、95年、まあ、追っかけをやったのはその頃だったんじゃないかなというふうに思います。それで、ちょっとこれは本を出したというのは事務の研究者菅六さん、在日として、日本の植民地史を考える。でこれは横浜のグループが、まあ、やったわけじゃないんですね。これは菅ゼミのメンバーというのがあって、アリランセンターというところで菅先生アリランセン、アリランを、まあ、創設しますね。で、アリランセンターというところで菅先生はまあ、ゼミのような学習会をやってたんですね。狭い部屋でそれこそ10人も入れば満員になるくらいの部屋に30人ぐらいの人が集まるというかね、そういうところで、まあ、学習会をやって、まあ、先生がいろいろ教えてくれて3時間ぐらい、1回が3時間ぐらいで映像を見せてくれたりいろんな話し合いがあったりだとかっていう形で毎週まあやってたわけですね。で、ところが先生が病気になっちゃって、病気になってもう来ることができないということでもって菅ゼミはどうするか。で先生も少し回復された頃みんなを集めてもう自分はやらないと、あんたたちやんなさいと、ちょうど31の100周年、それから関東大震災100周年というのが目前にあったので、そういうことを研究して何かまとめたらどうかっていうふうにすごくバカけられたんですね。でところが菅ゼミに集まってたメンバー30人ぐらいのメンバーは自分でレポートするの嫌だわって言ってパッていなくなっちゃったんですね。3分の1ぐらいになって10人そこそこのメンバーになっちゃったんですね。で何にしろとにかくシコシコやろうと、酔っていこうとっていう形でシコシコ勉強していって、ところが、まあ、菅先生の病気が良くなったりまた入院良くなってまた入院って、もうこれの繰り返しがずっと続いたわけですね。それで菅先生もかなりしんどくなったようだから、とにかくもう先生の話をオーラルヒストリーをきちっと聞こうということでもって、8人で話し合って決めて、で先生にお願いして、1回3時間以上ですね、まあ、喋ってもらってそれを起こして本にしたわけです。でそれはまさに話を聞くっていうのはオーラルヒストリーを聞くっていうことは私たちの知らないこともものすごいいっぱいあるわけですね。それは私たちのまさに勉強だったんですね。勉強で、先生の生き様そのものを知っていくと同時にそれはまさに勉強であった、我々も勉強であった。でそのことはきちんとやっぱり反省していかなくちゃいけないし、知らなかったことをやっぱり私たちは反省して自分なりに反省していかなきゃならないんじゃないかっていうことを8人のメンバーで確認したりしながらやりましたね。で先生から言われたことはここにもシンチャンさんが書いてますけど、日本の曲がり角には必ず朝鮮がある、これは口癖でしたね。菅ゼミの学習会をやってる時もずっとそういうふうにおっしゃってました。
まあ、そういう視点で私たちはきちっと歴史を見ていくということを学ぶことができたのが、このジムの研究者監督さんという本だというふうに思います。はい、ありがとうございます。まあ、この本は、受付の方にも置いてありますのでぜひご覧ください。まあ、ついでに申し上げると、このコメントされているシンチャーンさん、法政大学の教授、まあ、歴史学者ですが、彼がつい最近出した本が、朝鮮植民地戦争という本で、この関東大震災のことも含めて朝鮮半島植民地支配全体を対象にした非常に素晴らしい本が出ております。さて、ようやく本題ということになりますが、本資料集出版にこぎつけるまでも含めて資料の中身にも入っていきたいと思います。まあ、質問項目の方には選考費集第22号などと書いてありますが、これは神奈川県知事が、11月ですね、1923年11月の21日付ですが、神奈川県知事が内務省警保局長に出した報告書、それを神奈川先生が発見さし、それを今回この本に収録したという最も重要な、この本の根幹をなす資料です。で、いろんな読み方をしなければいけませんし、いろんな分析をしなければいけないので大変な資料ですが、今日はその中のエッセンス一部を、まあ、山本さんからお話をいただくということでお願いいたします。これはこの資料は横浜の私たちにとっては今まで隠蔽されていたことがはっきりした、隠蔽ではなくて事実が見れた資料であります。で、これは虐殺の歴史事実を明らかにした資料でもあると思うし、でこれは公文書として、位置づけられるというふうに思いますね。公文書というのは第1番目は先ほど出した法務省が出した神奈川県の2という、あれが公文書としては1番目の公文書ですね。それから軍隊の虐殺を出した公文書があります。これは東京の神奈川県にはないんですけれども、東京千葉そこにわたって軍隊が朝鮮人を虐殺したというようなことが書かれた資料で、これが2番目の公文書だというふうに思います。で、これは3番目に値する公文書じゃないかなというふうに思います。で、これは今前田先生がおっしゃったように神奈川県知事から、スポーチ朝吉という知事から、当時の知事ですね、から警保局長、内務省の警保局長です。園田っていうふうに本に書いてあるんですが、岡田ですね。この間の警保局長というのは1年ぐらいでもどんどん変わっていくんですけれども、その前は後藤だったと思いますけどね、岡田です。本人は園田っていうふうになっているかと思いますけど、今まで園田っていうふうに私も思ってたんですけど、岡田です。で、調べました、岡田です。岡田忠彦という警保局長に送った報告書です。つまり神奈川県でこれだけの虐殺がありましたよという、虐殺ばかりではありません。ちょっと一つ補足しておきますと、大日本帝国憲法下では今日のような地方自治という概念が存在しません。日本国憲法で地方自治というのができるわけです。当時は県知事というのは政府のお役人です。日本国政府の役人である。つまりこれ地方自治体の文書ではなくて日本政府の文書であるということです。全体をざっくりっていうね、ざっくりっていいですね、はい、この言葉ねちょっとホッとしちゃうんですね全体をざっくりっていうと、これは警察が明らかにした、警察が加担して、
そういえば書いているわけです。警察がまとめたわけですけれども、警察が加担した事件についてはほとんど書かれていません。それから子どもたちの作文の中にたくさん出てくる中村橋だとか中村川沿いの虐殺についても非常に少ないです、ね。ただ検察官が自警団が挟み撃ちを朝鮮人を挟み撃ちにして虐殺したという保土ヶ谷久保山ですけど、久保町って言ってね、久保山に近いところですけれども、そこで朝鮮人たちが挟み撃ちされて、両方の保土ヶ谷と横浜の方の自警団がこう挟み撃ちして虐殺したという、そういうのがはっきりしている、はっきりそれはもう新聞にまで載ってるわけですけれども、そういうのも載っていません。それから11月の段階、これを報告する段階ではもうすでに軍隊の虐殺、横浜で軍隊が虐殺したという、これは分かってるんですね、もうね、それも載っていません。ということでかなり、警察にとっては警察側のなるべく少なく、っていうようなそういう意識が非常に強く働いた、まあ、資料ではないかなっていうふうに、まあ、ざっくりそういうふうに思いましたね。でちょっと一つずつほんの少しですけど、まだ本当にちゃんと私もちゃんときちんと調べてないんですけど、朝鮮人保護状況調べっていうのがまず出てきます。保護状況、つまり朝鮮人を保護した、どこへ保護したんですか、警察とか、警察が焼けちゃった、地震で崩れちゃったっていうようなところは、雇用、その朝鮮人を雇っている人、雇用主の自宅とかに、保護する、保護する、まあ、学校であったり役所であったりいろんなそこの地域によっては違いますけれども、そういうところに、まあ、朝鮮人を保護した、つまり朝鮮人を、そういう流言が伝わってきた、朝鮮人が攻めてくる、武器を持って攻めてくる、強姦をしながら攻めてくる、井戸に毒を入れながら攻めてくる、そういう朝鮮人を保護ではなくて検索するっていうのが方針ですね。検索して拘束するということです。それは警察に拘束する、雇用主に頼んでやってもらうというのは、ある学校に集める、で、警察が全部周りを見張る、逃げないように見張るという形で、これは保護ではなくて検索です、それが調べられているわけですけれども、神奈川県全体にわたって、まあ、朝鮮人がいたということがよく分かりました。これでは地方の 軍部と言われているようなところでの警察署でも朝鮮人を拘束しているということがよく分かりました。でこの拘束は9月2日から始まります。だから10月の、まあ、場所によって全部違うんですけどね、9月いっぱいで終わるところもあるし、10月の20日ぐらいまでのところもあります。でこのところでね、高速の中で横浜の例をちょっと話しますね。横浜の場合には、各警察といっても警察は神奈川警察署以外は全部崩れたり焼けたりしちゃったんですね。で神奈川警察だけは何も被害を受けなかったんで警察に保護し検索します。でそれ以外はいろんな場所、救護所であったり、それから雇い主のところであったりだとか学校であったりだとか知っていきます。でそういうところに、一応拘束した朝鮮人は、9月の8日か9日に、横浜港に停泊している火山丸という船で、これは神戸の鈴木商店の船なんですけれども、米だとか缶詰だとかいろんなものを積んで救援物資を積んで横浜に来るわけですね。でも一度に下ろすことができない、まあ、港がない、もう壊れちゃってる、
ね、横付けするところがないので、順番待ちなわけですね、いろんなところから救援物資を積んで、まあ、船で来てくれたわけですね。でところが神戸から来たその船は9月4日に来るんですけれども、その警察が神奈川県警が、横浜港に停泊している、船に、朝鮮人を収容してもらえないだろうかっていう全部お願いするわけですね。で全部断られるんです。でこの火山丸だけがいいですよっていうふうに言ったそうです。でその火山丸に、まあ、収容するわけです。収容すると言って、まあ、神奈川警察だったら神奈川警察から連れていく。この連れていくのもかなりの大変な作業になるわけです。戸部警察の記録が残ってるんですけれども、戸部警察が59人の朝鮮人中国人を8日に、火山丸に送ります。その時に警官はもちろん何十人から軍隊、それ以外にも車で、警官という形で、港に行くと。で港では水上警察が待っていて、水上警察の船で火山丸まで行くわけです。しかし火山丸っていうのはね、物資を積んでるわけですよ。物資を積んでるから朝鮮人が来たらどこへ置くと思いますか？甲板ですよ。甲板なんですよ。そこでもうね、台風が9月っていうのは台風が200とかっていうのはもう台風が来る季節ですね。今と違いますからね。雨は降る、風は吹く。そういう中で1日2回の食事で握り飯1個2個とかね、というような生活を強いるわけです。それで船に来た時には朝鮮人は、非常にその怪我をしている人が多いわけですね。やられたわけですね。虐殺を免れた朝鮮人ですから、虐殺されそうになった人もいっぱいいるわけですね。で怪我をしている人が非常に多いということでもって、9月の12日には、まあ、軍医が行くようになるわけですけど、そういう火山丸に収容していきます。で、火山丸からまた次の収容があるんですね。火山丸から、9月の23日に222名の朝鮮人が横須賀に行きます。でこれは何かって言ったら海軍の復興工事ですよ。それをやるために横須賀に連れていくわけです。でこれは一応希望した人という形になってますけれども、222人があの横須賀の軍の施設に行きます。昔馬小屋だったっていうところに、まあ、収容されたりするわけですね。そこ行って次の日から軍の復興工事に、使おうと思ったけれども、働かない、起き上がれない朝鮮人ばっかりだったんですね。で5日間休んだそうですっていうほど、火山丸の生活というのは、拘束というのはものすごく人間以下に言ってしまえば、あの生活を強いられた拘束だったに違いないというふうに思いますね。でところが不思議なことがあるんですね。不思議なことっていうのは、神奈川警察署っていうのは中国人と合わせて500人近い人数を収容するんですよ。でこれはあの神奈川県で出した震災の記録にも書いてあるんですね、きちんと人数の。それから当時の治安の、まあ、中心人物だった西坂勝人っていう人がいるんですけれども、この人も本を出すんですけれども、その人の本の中にも神奈川警察からは中国人何人、朝鮮人何人を収容したと。で朝�鮮人は、290何人火山丸に8日に送ったっていう記録があるんです。ところがこの記録にはない。神奈川警察はなんと収容したのが9月の14日、14日に収容してその日に火山丸を送ってるんです。これは何かからくりがあるなっていうふうに思うわけです。こういうふうに人数がもういくら計算しても合わなかったりとかね、火山丸に行った人数がはっきりしない、人数がおまけに合わないから神奈川警察が嘘ついてるのか、これは嘘ついてるんですよ。これ目撃者もいるんですよ。神奈川警察には収容され、留置所に収容されていたという、これは証言があるんです。にもかかわらず朝鮮人を送ってない、どこへ送ったのか、
大変重要な問題ではないかなというふうに今思っています。それが、保護状況調べですね。で、保護状況調べは中国人の保護状況調べもやっていますね。あ、次進んでいいですか。はい、順次お願いします。犯罪調査調べですかね。これ、犯罪調査調べっていうのをやってるんですね。朝鮮人の、これは朝鮮人だけの犯罪調べです。犯罪って言ったらもうたくさんのすごいものを盗んだんじゃないかなっていうふうに思いますよね。で、特に横浜っていうのは倉庫から物資をものすごくもうみんなが 略奪っていう言葉なのか、これは略奪なのかどうなのかと思うんですけれど、多くの民衆は家が焼かれ、着るものもない、食べるものも何もない、そういう中で命をつなぐためにあるところに米があるところには米を取りに、黙ってても持ってきて食べるっていうのは、当然な行為だというふうに思うんですよね。で、横浜港には、たくさんの物資がありました。例えば税関の倉庫、まず最初税関の倉庫が物資が、みんなに、略奪っていう言葉使いたくないんですけど、持っていかれちゃったんですね。それから横浜港近くの倉庫、本木根岸の倉庫、それから神奈川の方に来て、神奈川には倉庫会社がいっぱいあったんですよね。横浜倉庫会社なんていうのもたくさんあって、胸があって、横浜、ここには綿花町って言ってね、綿花ですね、綿花の倉庫から絹織物の羊毛の倉庫、そういうのいっぱいあったわけです。当時よくビロードなんていう生地をね、たくさん持ってったようですけれども、米、味噌、醤油、そういうもの、もうそれだけあればご飯食べられるっていうね、ご飯、米さえあればいいっていう、そういうものがこの倉庫から消えていくわけですね。で、そういう犯罪調査かなと思ったらそうじゃなくって、焼け跡で何円拾ったとかね、焼け跡で3円50銭拾ったとかというの、そんなバカなっていうね。それもね、自分が住んでいるところが焼けた、そこへ行った、つまり朝鮮人がアパートを借りてて、そこへ戻っていったすぐそばの焼け跡で1円いくら何がしを拾った、それ犯罪で逮捕されるわけです。捕まるわけですね。で、その人は、捕まった人はマークされてた人なんですね。後でマークされた人っていうのがこういる警察の資料なんかも出てくるんですけれども、マークされてた人は震災で避難した先でもマークされ続ける。それで、自分の家のそばでお金を拾ったのをっていう形でマーク。で、それはね、この犯罪調べは16件あるんですけれども、そのうちの5件についてはすでに報告されてます。美鈴の資料にも出てるんですね。で、それ以外に11件残ってるんですけれども、この11件っていうのが、虐殺なんですね。隠蔽されしたものは虐殺なんです。11件が隠蔽されていました。で、10件は民衆が、その民衆が、例えば火事が起こった、ある学校で、太田小学校、これは、南太田っていうところですけど、太田小学校で火事があった。それは近所の方から移るわけですよね。それははっきり今はしてるんですけど、そこで火をつけたっていうんで朝鮮人が捕まってすぐ虐殺されちゃう。で、とにかく民衆が捕獲したらすぐ殺しちゃうというね、そういう事件が10件ほど隠蔽されていました。で、これは犯罪ではなくて虐殺じゃないかなっていうふうに思いますね。で、次に行きます。次が朝鮮人に対して行いたい殺傷事件です。これが虐殺事件です。殺傷事件というふうに言ってます。虐殺事件とは言っていません。虐殺事件、虐殺っていう言葉を使っているのは軍隊では使ってますね。横浜に来て虐殺したね、軍隊は虐殺って言ってるんですよ、ちゃんと。朝鮮人、先人虐殺って、だけどこの調査では虐殺とは言ってないで殺傷事件って言ってますね。
殺傷事件で、神奈川全体で59件、145人が、このうち殺人は57件、141人です。傷害が2件入ってます。で、そのうちの44件、もうほとんどが横浜です。殺人43件です。で、この調査は日時とか場所とかははっきりしてます。9月の2日、主に9月2日、3日が多いですけど、これは。9月2日、午後1時ごろ、市内根岸町3257の先、その番地があってその先だっていうふうに言ってるわけですね。多分道路はその家の多分道路なんでしょうね。こういうふうに日にちと場所が点で分かる。証言だと点で分かるっていうのは非常に少ないわけです。だいたいここら辺っていうのは分かるけれど、こういうふうにはっきりしているっていうことがこれも特徴だっていうふうに思いますね。で、虐殺された被害者、じゃあ朝鮮人の名前が分かってるのかって言ったら分かっておりません。ほとんど分かってます、横浜で2人ですね、分かってるのね。それから住所も分かりません。ほとんど不明です。加害者も不明です。犯罪の動機目的、動機は何かって言ったら、これ全部59件、ね、右に同じ、右に同じです。どういうことかっていうと、なんでその動機ですから、なんで殺したのか。先人犯行の権限を誤信し、つまり、その流言を誤信し、恐怖と不安に駆られたる結果、恐怖と不安に駆られて人を殺したんですよ。それから犯罪事実についての記録があります。全部、犯罪事実についてはパターンがあります。書き方には流言が宣伝されたと、流言が流れてきたと、文章は違いますけど、各警察署によってね、流言が流れてきたと。で、流言が流れてきたので、自分たちは自警したと、自警団を組織して自警した、あるいは警戒したという言葉で書かれています。それでそこへ先人が追われてきた、追われてきた人は先人に違いないで殺害する、即殺害です。で、なぜかって言ったら、その先人があの流言のような行動をまたすると思ったから虐殺したっていうことですね。そういう形でほとんどがこのパターンで書かれています。警察の自警団が襲撃です。襲撃した朝鮮人虐殺、襲撃っていう言葉を使ってます。警察が襲撃したって。それで、今から話す場所については証言もあるし、慰問班の調査にもあります。ただ新資料にもあります。3つ揃ってます。でも、これは神奈川区にある場所ですけれども、本をお持ちの人は、お持ちじゃないですね、内務省の機械工場というのがあったんですけど、この周りは浅野造船所というふうに、慰問班の調査では浅野造船所というふうになっているんですね。で、それから吉野作造とかチェスンマン、慰問班の一人にチェスンマンという人がいますけれども、チェスンマンさんのでは浅野造船所前広場ってなってるんですね。ニュアンスがちょっと違うんですね、場所、虐殺された場所で。浅野造船所っていうふうに慰問班で書かれていましたので、私たちは浅野造船所だとばっかり思ってたんです。
で現在はもう浅野造船所はありません、そこにはまあ高層マンションがもう建っちゃっててね、面影は全くないんですけれども、その場所行ってかつてここに造船所があってこうだっていう話を、ドックがあって今ドックは浅野造船所のドックはもうありませんけれども、埋め立てられちゃいましたけれども、ドックがあってこうだそれを作っていたっていうような話をしてたんですけれども、ちょっと待てよと思ったのはこの 2,3 年ぐらい前なんですね。私ね、横浜港の工事、これは全部国が責任を持ってやるというのが閣議決定がされたのが震災の1年前なんですね。で横浜港と神戸港については国が責任を持ってやる、ちょっと待てよと、埋め立てをやってたのならもしかしたら、浅野造船所じゃなくてそこの雇いではないかなっていうふうに思い始めたのがきっかけなんですけれども、内務省の雇いであるということははっきり言いました。それで、内務省で今は国土交通省です、国土交通省に行っていろいろ話を聞きましたけれど、こんな事件があったということは全く知りませんでした。それで、でも朝鮮人がここで働いていたので、その現場が今でも残ってるんですね、土木遺産になってるんですよ、そこを見せてもらいたいと。いつも外側からね、この垣根の垣根の金網越しにいつも見るんですけど、フィードワークの時も金網越しに見てもらってるんですけれども、金網越しに見るんではなくてその場でそこへ行ってみたいと。でできたらね、ここで働いた朝鮮人100人余り働いてたっていうんで花でも手向けたいっていう形でもって国土交通省にお願いしたら、どうぞいらっしゃってくださいっていうので案内してくれたんですね。でこれがこの写真なんです、この写真なんです。でこれは山の内ケーソンドックっていうんですね。100年前にここで基礎工事をやっていた朝鮮人たちがいるわけです。100人余り、その朝鮮人が42名、この資料ですと42名虐殺されるということで、この労働現場でどんな基礎工事だったのかはよく想像を絶するね、ちょっと想像もできないくらいなんですけれども、ここの真ん中に見える緑のその色が見えますけれども、あそこまで海の水、向こう海なんですよ、海の水なんですよ。だからあそこが地震でもってパッと割れてしまったら、あるいは歪んでしまったら海の水がバーッと入ってくるわけですね。そうするとここで基礎工事をやってた朝鮮人たちはみんなもう海に流されちゃうわけですね。でそういうようなことが証言に、書かれているんです。で証言って誰が書いたのかって、朝鮮人が書いたのかって、朝鮮人じゃないですよ、労務係です。内務省の横浜土木出張所の労務係、斉藤真嗣という人が書いた証言があるんです。でその人の証言の中に100人余りの朝鮮人がここで働いてた、それで基礎工事をやっていたというのが分かったんですね。当時山の内町の埋め立て地と浅野ドックとの中間に増刊ドックを建造すべく104名の朝鮮人妊婦とともにその掘削に4年がなかったと、しかし地震が起こって締め切り決壊により本流と地面の亀裂、地面が割れた、その亀裂とに極度の脅威を感じつつ、その労務係はみんなを避難させ、自分も避難したわけです。ということは水が入ってこないか、地面が割れないか、そういうことを非常にそこに危機意識を持ったわけですね。でここで働いてた多分朝鮮人は避難したっていうのは多分半端に戻ったんではないかなっていうふうに想像するんですね。半端に戻った、それで私たちはその半端があるところがそこからそうです、ね、
ね、300メートルくらい離れたこの現場から離れたところで、機械工場があったんですね。その機械工場の中に敷地の中に、半場があったんではないかというふうに想像したわけです。そして、ある資料を、まあ、見つけたわけです。でその資料は何かって言ったら横浜土木出張所の震災後の、まあ、あの報告資料なんですね。でその報告資料の中に、ここに、朝鮮人あじゃないや その、そこに、朝鮮人が虐殺されてそのまま放っておかれたらしいんですね。で9月の14日日誌があるわけです。その中に土木出張所の震災後の報告資料の中に、日誌があってその日誌を見ると9月14日に警察が来るんです。警察が来て何をやるかって言ったらその遺体を焼こうとするわけですね。でその機械工場のではそれは困るって言って断ったらしいんです。で断ったっていうことを、まあ、あの横浜の土木出張所に連絡した。それが書いてあったんです。だからその機械工場のところに半場があってその半場で虐殺されたんではないかというふうに想像したんですね。ところそしてその会社行ったんですよ。その昔、機械工場があったところの今国土交通省ですけれどもそこに行ってお宅のここで虐殺されたようだから私たちと一緒に釣りとかやりませんかと言ったわけです。そうしたら所長が出てきまして所長もこの本もしっかり読んでましたよ。資料全部集めて、いやここの先と書いてあるではないかと。だからここじゃないよと先だよっていうわけです。先だっていうとここの地区さっき の労働現場があったあそこの近くなんですね。あっちじゃないかっていうわけです。つまり国土交通省の違う部署です。そこが部署でやり取りやってなんかねお前だお前だってやっているみたいなんですけれども、まだそれは私たちとの間で決着はついてないんですけれどもはっきりとした、で私はその機械工場のところに半場があってそこで襲撃を受けたんではないかっていうふうに考えてますけれどもそこの機械工場現在は国土交通省の所長はいや違うあっちだ、うん、って言っているのが、まあ、今のところです。まあ、はっきりさせなくちゃいけないというのを思ってるんですけれどもそういう形で、そこに住んでいる人であるそこで仕事をしている国土交通省と一緒にねやっぱり追悼会やるとかっていうことを考えているんですね。で学校なんかも現場があるんですけれども学校現場ね学校に行って、ここお宅の学校のここは虐殺のあるんですよ新生中学だから戦後建てた校舎ですけれどもその前に、100年前にここで虐殺されたんですよそういう歴史が地域にあるんですよということを、まあ、話をしてこういう資料があるから見てくださいそして、勉強してくださいと生徒たちと一緒に勉強してくださいと、まあ、結構受け入れてくれていますね。地域の歴史はきちんとやっぱり学んでいきたい朝鮮学校と交流していきたいとかそういうことをすごく校長さんに言ってくださいましたけれど、そういう形でちょっと話がずれちゃいましたすみません、ということで、じゃあ新資料を見るとどうかということです。新資料を見ると何でやったのか何でこの人たちがここをねやったのかというと戦時犯行の風評仕切りと権限せられ民衆極度に興奮し不安と恐怖とに駆られここが第最初のあれねパターンね
喧伝されてるのね。だ時計中、すぐ時計中が出てきます。ここに時計中付近の妊婦部屋に居住せる先人の一団と認むる、知ってるじゃないですかね。自分たちが雇ってるのに、ハンバーガーあるのにね、妊婦部屋に居住せる先人の一団と認むる団体が付近の海神奈川駅構内貨物列車より物資を略奪したること、そういうことが風評、さらには伝わりますます不安を抱き、その真偽を内定視察する。誰が内定視察するんですか。こういう言葉を使うの誰ですか。内定的視察が、警察用語でしょ、内定的視察するに貨物列車より略奪したる物品と認むるものを多数隠匿しあるを発見するや、民衆は風評のごとく彼ら先人がその犯行に呈する一団なりと推測し、推測ですよ、付近民衆の一団退去してこれを襲撃殺害した。しかして先人妊婦部屋に多数の盗品あり、こう盗んだものですね、あるとの風評、風評ですよ、風評あり、また事実と認められるも類焼のため焼けちゃったっていうことです。家屋焼失し真偽判明せずです。意味がないからね、よくわからないんですよね。つまり海神奈川駅っていうのはこの朝鮮人の飯場の近くに貨物列車いっぱい通ってるんですね。貨物列車の最終終点があるんです、海神奈川駅という。そこに、列車が入ってきたところが地震になるんです。で脱線するわけです。後ろの方の5両が脱線してそのまんまになるわけですね。で、それは火薬を積んでた列車なんですよね。で、すでに多分車掌か運転手が海に捨てたというものなんですけれど、その列車に朝鮮人が盗みに入ったと、で略奪してきたと、で略奪したかどうかを内定的視察したと、でどうもそうらしいとっていうことが分かったので、付近の住民が襲撃したと。付近に住民いないんですよ。ここ埋め立てのもうね突端なので、ずっと埋め立てして工場で人がないんですよ。で、虐殺した。だけれども飯場が焼けちゃったので、どうやらなんかいろんなことが判明しないよと、というのがこのなんかもう何とも言えない、理解しがたいやろう、犯罪事実なんですね。で飯場が焼けたのは橋本町という飯場と宝町という飯場があるんですけれども、その宝町の飯場が焼けたんです。でこっちの飯場は橋本町というものの飯場は焼けてはいないんです。だからこれはこっちの宝町のことを言っているのかなというふうにも思ったりするんですけれどもね。で朝鮮人たちが多くの付近の民衆に襲撃されたとっていうふうに言ってるけれども、実はここで日本人が一人虐殺されたんですね。死んだんです。これはちょっと離れたところから来た人です。つまり自警団として来た、それで虐殺しているうちに自分はその間違えられたと、誤認されたっていうふうになってます。ここの資料にも出てますけれども、誤認されて虐殺されたっていうふうに書いてある。誤認されたと、その日本人はね。つまり、付近の民衆ではなくて警察が組織して連れてきた。でこれはね、端末の虐殺なんていうのもあるんですけれども、そこら辺のことを話しないとわからないかなっていうふうに思うんですけど、端末公園のわりかし近くの
ところから来てるんですね。で、丹町公園の付近では、これは今の公園ですけれど、当時あの遊郭だったんですけど、遊郭の周りで虐殺がすごかったんですね、というようなこともあって、連れてきた自警団を連れてきた警察が連れてきて襲撃した。それで、このね、略奪したものについて、この追及はなぜこの朝鮮人だけするんですか。ほとんど日本人がやってるんですよ。それでこの日本人がここから盗んでったと、倉庫から盗んだ朝鮮人は、言ってしまえば、9月の18日以降です。他の地域が自警団の逮捕が始まる頃です。他の地域では、神奈川は9月の18日頃はこの略奪した人たちを逮捕し始めるんです。で、これはどんな人かって言ったら、その当時催眠部落とか貧民部落とか古事記部落だとか、そういうふうに言われた地域の人たちですよ。そういう人たちが、それこそね、町の、その自分たちが住んでいる住居の外の道路に出して、それで家の中を全部あさるっていうようなやり方とか、もう本当にえげつないやり方で、警察は憲兵隊と一緒になって捜査逮捕していくわけですけれども、この段階でこういうようなことを言ってないですよ。どこも略奪したやつ逮捕しろとかね、そんなこと言ってないですよ。そういうことをまあ理由にして、倉庫から盗んだと、けしからんと、だから虐殺されても当然なんだっていうふうに、朝鮮人だから虐殺に来たんですよ、というようなことだろうというふうにこれは思うんです。で、42人が虐殺された、こう一説は新聞によるとね、80人という説あるんですよ。だから何人か分かりません。42人と言われているけれども、それから慰問班では48人と言ってます。で、新聞では50人と80人と言われています。で、ここで虐殺を免れた人たちがそんな大勢横須賀の方には行ってないです。少ない人数なんですね。というような、横浜の虐殺の、新潮の虐殺の事実です。で、新潮で非常に私は気になるのは、今言った貧民とか催眠とかって当時言われてたね、そういう地域での虐殺が非常に目につくんです。で、そういうところ証言ないんですよ、ほとんど。この間フィードワークやりましたけれど、南太田のフィードワークやりましたけれども、もう本当にとことんバカにされ続けたその地域で虐殺が起こってる。で、そういう人たちが虐殺に向かってるっていうね、向かってたのか向かってないのかどうなんだろうかというような、そこら辺はどう、そういうところだと思いますけれども、こういういわゆるスラムと言われるところ言われるところが、虐殺の地域にかなりの数上がってます、この資料の中で。そういうことですね、これは。はい、ありがとうございます。今インタビューコンフで言うと9番目のところまで一旦、来ているところですが、大きな問題ですが、今日の焦点はこの公文書に見る実態というと、その公文書がしっかり明らかにされたという、そこが最大のポイントになりますので、なるべくその関連でのご質問やご意見をいただけると幸いです。もちろん関東大震災、朝鮮人虐殺をどう見るかという大きな話でもいいんですが、もしできればこの公文書に見る実態というこのテーマに関連していただけると幸いです。時間も限られてますのでいきたいと思いますが、ご質問ある方、関東大震災、朝鮮人虐殺の事実を知り追悼する神奈川実行委員会、代表が山本澄子さんと宮田雅史さんのところのものです。昨夜今本陽子さんという人と話をしたんですが、彼女は、立ち上げた時の一人です。私、山本さんと今本さんと私は先ほどの話の、
最初にやりましょうと、この実行委員会たち、で彼女、今日来れなかったですか、今ちょっと体調が悪くて、すごく思い出しました。なぜそういうことが私のように、歩みの遅い人間でもできたかというと、横浜に萩発表という運動があって、横浜に点在している、在日朝鮮人の子どもたちが1日9月の最初の土曜日1日、その日は自分が朝鮮人であるということをおおらかに語る会がありまして、私は5年目から参加し、その次オリニ会というのに参加し、横浜にいる生の在日朝鮮人のハルモニーやオモニーや子どもたちと接する中で、私のように遅い人間も体の中に朝鮮人問題が入っていき、関東大震災の立ち上げ、それから次々に山本さんが先頭に立って見つけるものについていくことができました。ゆうべ話をしていて、彼女は参加できて、私たちの中に流れているそういうね、知ってます知ってますだけじゃない、日本人がしっかりやろうとするものを気づいてくれたっていうか、体に入れてくれたことを今感謝を持って聞いてました。以上です。はい、ありがとうございました。質問ではなくて、共に歩んでこられた経験と、歴史をもとにご意見いただきました。どうもありがとうございます。ご苦労様でした。じゃあこちらの方も、今日たまたま山田明先生の歴史の勉強会に参加したんですけれども、ちょうど最初デモクラシーの時代がテーマで、1919年頃に独立運動、朝鮮半島で持ち上がったことを、日本は独立運動でそうなっているということを報道せずに、不逞鮮人が暴動しているという形でずっと報道してきたということをお話しされてたんですけれども、それが1919年で、1923年が関東大震災、たったその4年後ということで、その虐殺する人たちの意識っていうその記録の中に、不逞鮮人っていうことがそこでも出てくるんでしょうか。それともそういうのないで、もうただそういうなんか嘘のことをただ信じてやったなのか、この不逞鮮人って言葉をここで4年間刷り込まれた状態で、不逞鮮人だからやるっていう形で、効力が振るわれてたのかどちらなのかなと思います。はい、します。はい、ありがとうございます。他にご質問の方いらっしゃいますか。はい、じゃあこちら、すごいこの資料に基づいた貴重なお話ありがとうございます。私、朝鮮人虐殺の当時に自分の曽祖父が、東京にいたということで、すごい話聞いていたものとして、いろんな地域の虐殺の話をすごい聞きたいなと思っていまして、今日参加させていただいたんですが、ただ何分自分が東京育ちなもので、神奈川の地理とかわからない関係で、ちょっと今日のお話聞くのなかなか頭がついていけなかった面もあったんですが、ちょっとこの資料をちょっと具体的にちょっと どういう資料なのかっていうのがちょっとピンとこないのがあって、ちょっと基本的なお話をちょっとお聞きしたいって思ってます。資料が1から、資料集の中で1から、5までありまして、主に重要な資料として 1と2、3、4ですかね、がすごい重要視されているものだと思うんですね。でこの中で今その発表お話しされてる中であった軍隊 と、自警団の襲撃というお話が、襲撃というかその虐殺したみたいな話があったと思うんですけど、この資料の中だと例えばどの
資料に当たるのかであったりとか、ちょっとさっきの話は59ページ59ページ、橋本町、あ、すいません、失礼いたしました、ありがとうございます。はい、その上でなんですけど、こちら、この資料をこう探し、あの調査する、あの探求される中でもそうなんですけど、読み込みする上で特に重要視してたことというか、あの例えばこの、特にフィールドワークとかなんとか、もちろん調査、実地調査されてたと思うんですが、読まれているもの、 あの先ほど発表された文章でもすごい支離滅裂なその事件の概要とかあったと思うんですが、それをどのようにこう読まれて、でその現場のことを紐付けて調査されたのかというのをちょっとお聞きしたいなというのが一つありました。はい、で最後にちょっとこの資料と関連して気になったことが、在日本関東地方理災調整の湯門藩のお話がなんとされたと思うんですね。で湯門藩が調査したものが独立新聞に出たということなんですが、この湯門藩が調査したその資料というか、彼らがどのような資料を持って調査したかみたいなところの、具体的に、付き合わせといいますか、そのこの資料集と付き合わせみたいなことってされたのか、どのようにされたのかみたいなことはちょっとお話聞きたいなっていう感じで、すいません、ちょっと意味わからなければちょっと またちょっとすみません、説明が話が下手なので申し訳ないんですけど、ちょっとお願いしたいなと。はい、伊門藩の、調査資料と今回のこの公文書の資料との関連、照らし合わせの、照合作業が どんなふうに行われたかということが基本だと思います。いくつか出ましたけれども、一つは1919年から23年の間の報道、あるいは日本の 国本土における不逞鮮人という言葉の流通状況、それが軍や警察だけではなくて一般の民衆にどのぐらい浸透していて、こういう事件になったのかということのご質問、それから2つ目の方は、この資料の関連のご質問ですが、それ分かる範囲でとりあえずお願いできますか。流言が流れてきて、多くの民衆がそれに対して批判もせずにすぐ竹槍を持ちというような形で、地形団組織されていくというのは、これは証言の中で、神奈川の中の証言ですけれども、警察官が避難民が集まっているところにやってきて、ここで、そこで、皆さん聞いてくださいと、朝鮮人が攻めてきますと、昨日は本目だったけど今日ここに来る予定ですと、で彼らは強姦強盗、強盗強姦、井戸に毒を入れたりしてきました。で横浜の場合には刑務所が1000人ばかりの、いわゆる囚人を、1日の6時、夕方6時に解放します。で、その人たちも混じってる、刑務所から出てきた人たちも混じってる、が社会主義者がそれに乗っかってっていうような流言を、警官が避難民に言い、そして避難民を自宅に戻って武器を用意させて夕方集めるというようなことが証言にあるわけです。あります。こういうふうに警官が組織して、これはもうな、一言ではちょっと言えないんですけどね。そういうことが。さっき話をしたこの内務省で働いていた人たちが襲撃されるときに警官がやっぱり連れてきたんではないか、
朝鮮人の反発とかどこに朝鮮人が住んでいるっていうのは当時の警察は全部知ってるわけです。中国人がどこに住んでいるか、でこれは中華街の中国人とちょっと違うんですね。当時中華街は広東省出身で、そこに、暮らしをする権利を持ってきている。そうじゃない労働者は許可してないと、だけれど働いてるのに力んという形で、上司はもちろんどのくらい稼いでいくらお金を送ってるかまで調べてますね、警察がね。朝鮮人がどこに住んでいて何をしているのか、どこから来た朝鮮人でどんな朝鮮人なのか、一番よく知ってるのは警察です。一般の民衆は離れた埋め立て地の向こうの方に朝鮮人が住んでいる飯場があるなんていうことは、そんな興味を持って知っている日本人はそんな当時なかったというのです。しかし朝鮮人ならば殺しても構わないというような、これはこういう意識構造はどういうふうに出来上がってきたのかっていうね、それはやっぱり何十年という朝鮮に対して植民地支配に対して戦う朝鮮人については徹底的に潰していく、殺していく、皆殺し策略でやっていった。それが関東大震災の虐殺の過去の歴史の中、日清戦争、倒幕の農民をしらみつぶしに殺していく、殺していき家を焼きという形でもってやってるわけですね。そういうことは体験している人がいる、そういうことを、そういう体験していることを、そういう在庫、言ってしまえば戦争が、日清戦争が終わる、日朝戦争が終わって戻ってくる、帰ってくる、そういう人たちは在郷軍人ですよね。朝鮮戦争の後できて、まあ、組織化されて在郷軍人というのが組織化されている。そういう人たちの意識で、そういう人たちが学校に対して非常にそういう、ね、意識を吹き込もうとしていたりとかという中で、日本人の多くは朝鮮人ならば殺しても構わない、あれは人間以下なんだ、あれですよ、警察署長、あの有名な大川恒吉という警察、鶴見の警察署長、なんて言ったと思いますか。あの朝、ね、拘束してるんですよ、いっぱい、殺しはしたあの朝鮮人に何かをやる気力もなければ体力もないし、あれ彼らは人間以下なんだと、警察が提供する握り飯を喜んで食べて、こういうふうに町会長会議では言うわけですよ。町会の皆さん、会議に見ててください、朝鮮人を。町会議員が見ている、ああ所長の言う通り、人間以下、言った通りだっていうふうになってます。そういう意識が民衆の中にある、だから人間以下、殺しって構わない、そういう意識があった、根付いていたからこそすぐに反対もなく武器を持って集まれって言えば、うちにある武器で一番いい、人を殺すに一番いい武器を持ち出して自警団の結集に参加してることなんじゃないんでしょうかね、と私は思いますけれどもね。じゃあその日露義兵闘争の時にだってかなりいろんな軍隊が行ってますね、朝鮮半島その他のところに朝鮮人がいるようなところに全部行ってる、その31の後の関東で闘争がありますね、関東の闘争で主要な役をやってた人間は、神奈川関東大震災の時に、9月の末から警備部隊長になります、斉藤久志っていうのはね、神戸でやってきた、で神戸のことを全部隠蔽してきた、で横浜も隠蔽した、で隠蔽のその死ぬ、言ってしまえば死ぬ、死ぬじゃないですね、隠蔽を徹底させていく、
そういう役割を警備部隊長としてやってきてトップになってやったんではないかというふうに思いますけれども、ね、まあ、朝鮮人に対してはそういう意識が日常の中にあったんではないかなというふうに思いますね。それじゃなければ人殺せます、うん、というふうに思うんですけど、あと資料の資料の資料ですね、どんな資料、慰問班の調査、慰問班の調査は私はそのあの数がどこどこがどこどこに例えばそのね、慰問班の、 あの調査っていうのは私はなぜ重要視してきたのかっていうと、一番近いところで、調査をしてしたんではないかっていうのを思うわけですね。政府なんかの調査だとか警察の調査なんかよりかね、それと、だけれどもまとめ方が地域ごとにこうね人数をまとめちゃっているので、どこっていうのが分からない、区ごとにまとめてあったり町ごとにまとめちゃってあるんで、どこなのかで、そういう意味ではこれは点で分かるというね、ここで分かるというのがこの新しく、出た資料だというふうに思うんですね。そこら辺は違いがあるけれども、いろいろと合わせながらで、慰問班はどういうふうに調査したのか、調査したのかっていうのは、もしかしたらチェンスンマンさんという人が1970年代でした、記録を書いたのは、あれは今は資料としても読めるんじゃないかなっていうふうに思いますけど、昔は資料じゃなくて、雑誌にチェンスンマンさんっていうその留学道の中の中心、キリスト教系の中心の、まあ、人だったわけですね。でその慰問派っていうのは、あのキリスト教の青年会だとか天道教の青年会だとかっていうのが、まあ、中心にあるわけですけれども、それで天道教の教会が大塚にあって、そこの事務所があのこの慰問班の事務所だったんですね。っていうのはキリスト教の YMCA が焼けちゃったので、まあ、そっちを使ってたようですね。で、その中心だったあのチェンスンマンさんという人が韓国に帰って、まあ、いろんな仕事をされて、最後に大学の総長さんをやられて、その総長さんが終わる時に、自分は関東大震災の虐殺を目撃したし、その中でちょっと赤ちゃんが生まれてね、大変な苦労して収容される時も赤ちゃん の、 そのミルクがなかったりとか大変な思いするわけですね。で、いろいろあの習志野の収容所に行ったりだとかいうようなこともやるわけですけれど、この人がその仕事を辞めた時に、これは忘れてはいけないことだと、あの時は確かに植民地支配されてたから何も言えなかった、だけれどもしっかりそのことも含めて、っていうことでもってずっとこう調べたことをずっと書いてます、韓国の雑誌にまず書くわけですね、ずっとね。でそれが翻訳されたのが出ていると思いますので、それをちょっとご覧になると、一応その慰問班の人たちの活動だとか、どこ行ってどうだったのかっていうのがよくわかると思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、この問題を取り組んでこられた経験を踏まえて、今後も含めてですね、山本さんが今思っていらっしゃること、この問題を調査することの意義、それからこれからどうされようとしているかも含めて、まとめの発言という感じで一言お願いできますか。一言ですね、二言やっぱりなぜ虐殺、なぜ、虐殺が起こったのか、ジェノサイドが起こったのかっていうね、ここのところをきちんと、民衆がそれに走っていったというね、そこをやっぱり、しっかり究明していくっていうことが大事じゃないかなっていうふうに思います。でこれは現在のやっぱり政府は
歴史修正主義者だとかね、歴史否定主義者ですね、そういうものをバックにしながらこの歴史を、まあ、なかなか認めようとはしなかった。その後ちょっと問題が起こっちゃって、あとなんかね、なんか聞いちゃったというような感じですけれども、この虐殺を認めようとしなかった。で、今横浜ではそのことを横浜として虐殺があった、そういう歴史があったんだ、それを反省的にやっぱり捉えているということを、まあ、行政も一生懸命やってほしいっていう形で、申し出をやってるわけですけれども、でその虐殺がなかった、資料がなかったということが、言ってしまえば歴史がなかったように動いていきそうな感じ、そういう感じがすごく私は持ったんですよね。でそういう意味で、そうじゃなくてこの歴史は日本の歴史の中にきちんとやっぱり位置づけていく必要があるんではないかっていうふうに、思います。それで、朝鮮人虐殺っていうのは社会主義者の虐殺だとか本好きなんかの虐殺とはやっぱり違う、権力犯罪ではなくて、やっぱり民族差別の中に、植民地支配の中にきちんと位置づけて、見ていく必要があるんじゃないか、今非常に一般的にね、虐殺を全部一緒にしちゃう。で、虐殺があった、こういう虐殺も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 あった、これはやっぱり反省的に見ていかなきゃいけないんだというようなのが、非常にそのノリがいい感じで語る人もいるんですけれども、やっぱり違うというね、こう質の違いというのかな、虐殺のやっぱり質の違いをきちんと見て、教訓化していかなきゃいけないというふうに私は思っています。で、今後前田先生が言うように、この問題はコリアンジェノサイドはやっぱり世界の中に位置づけていくというね、そこら辺がどういうことなのかなというようなことがやっぱりはっきりさせていくということもすごく大事なんじゃないかなっていうふうに今は思っています。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。まあ、昨年100周年ということで、まあ、3人の国会議員が国会質問をして、まあ、それなりに報道はされたわけですが、一般の受け止め方としては政府が資料がない、手元に資料がない、記録がないと言っている。でそのことを受けてですね、調査しなかったから資料がないかのように思い込んでいる人が結構多いですね。でそうではないわけです。この本で明らかになっているように、まあもちろん公文書ですから公的な記録で限界はあるんですけれども、違う言い方をすればむしろかなり調査している。当時の当局、政府当局は神奈川でもかなり調査しているわけです。おそらく東京北部、東京南部、小田原という海原4つの地区全部調べたはずなんですね。つまりかなり調べたので徹底的にもみ消したというのが真相だろうというふうに推測できる。その推測の根拠を与えているのがこの本ということになると思います。これ今後強く指摘していかなければいけない点です。それからもう一つは、今日はお話しされませんでしたけれども、以前山本さんがおっしゃったことの中に、数だけで言う話ではない、まあ、今日もどこそこで42位とかですね、ここで50人ということを言わざるを得ないんですけども、まあ、でも山本さんがおっしゃってたのは、一人一人の人間がいて、命があって、名前があり、そして家族がある、そういう一人一人の犠牲者に、思いを馳せないといけないと。それ今日は時間の都合でそこを全くおっしゃってませんけれども、そういうことをおっしゃってた、以前おっしゃってたのを私思い出しました。そういうことも忘れずにですね、きちんと向き合っていきたいなと思います。それから今後の宣伝ということで、この平和力フォーラム連続講座ジェノサイドを語る、次回は8月4日に、田中博さん、一橋大学名誉教授の田中博さんにインタビューをいたします。この会場です。それからその次が8月10日に、やはりこの会場なんですが、ジャーナリストの安田光一さん、この黄色いチラシを入れてますが、つい最近、地震と虐殺1923207
という本を、まあ、リポルタージュを出しましたので安田さんにインタビューをしますのでぜひご参加ください。その後9月14日にこれは私が、関東大震災ジェノサイドということで、なんでジェノサイドという言葉を使うのか、この言葉を使ってても意味が分からずに使っている方もかなり多いので、ジェノサイドという言葉を使うというのは国際法上の犯罪であるというとこ、そしてそれは国際的に比較し世界史の中に位置づけなければいけないということ、それからもう一つは国際法上の犯罪であるということは一つ一つの殺人事件ではなくて全体としてジェノサイドであるということは、その最高責任者がいるということです。その最高責任者は誰なのか、それを示唆する資料もこの本で初めて、知ることができた。そのことをこの9月14日私が報告いたしますので、ぜひご参加いただけたらと思います。以上、今後の宣伝でした。以上をもちまして今日の、講座を終了させていただきたいと思います。山本純子さん、どうもありがとうございました。